ナッシュビルサウンドは1950年代後期のアメリカ合衆国のカントリーミュージックを基礎としたサブジャンル。1940年代から1950年代に最も人気があったホンキートンクの優勢。時代や様相を言及するものではなく作品や1957年または1958年にテネシー州ナッシュビルで演奏されたサウンドそのものを指す。 ナッシュビルサウンドは、テネシー州ナッシュビルのデッカレコード、RCA レコード、コロンビアレコードのスタッフ及びマネージャーのスティーブ・ショールズ、音楽プロデューサーのチェット・アトキンス、オーエン・ブラッドリー、ボブ・ファーガソン、レコーディングエンジニアのビル・ポーターにより開始された。彼らは、弦楽器、バックコーラス、囁くようなリード・ボーカルによる1950年代のポップミュージックとフィドル、スティール・ギター、 花にかかったリードボーカルによるホンキートンク、そしてビンワンプロデューサーとポップミュージックの構成から新たなサウンドを作り上げた。プロデューサーたちはスタジオミュージシャンの小さなグループで知られるナッシュビル A チームの早い順応性と創造性を頼り、彼らはヒット曲制作上不可欠となった。1960年代初頭、アニタカーカルテットは バックコーラスグループの主流となった。1960年、タイム氏はナッシュビルについてレコード制作においてニューヨークに次いでハリウッドと僅差で2番目に全米最大の都市と記した。カントリー研究者であるリッチ・キンズルは1956年11月のファーリン・ハスキーによるヒット曲ゴーンについてナッシュビルサウンド形成に 大きな役割を果たしたと記した。作家のコリン・エスコットは1957年2月のジム・リーブズによるフォー・ウォルスをナッシュビル・サウンドの最初の曲とし、同年後期のドン・ギブソンによるオー・ロン・サム・ミーを例にして、RCA プロデューサーでギター奏者のチェット・アトキンスがナッシュビル・サウンドの創始者であるとした。デイビッド・キャント・ウェルはエッセイ・ハート・エクス・バイ・ザ・ナンバー カントリーミュージックス500グレイテストシングルスの中で1956年7月のエルビス・プレスリーによるロックンロールの曲、冷たくしないでが現在ナッシュビルサウンドと呼ばれる時代の幕開けとなったと記した。音楽研究者や批評家の多くはこのキャントウェルの意見に否定的で冷たくしないでは純粋なロカビリーであると考えている。事実、この曲は ニューヨークで収録されている。ナッシュビルサウンドという言葉は1958年のミュージックリポーターの記事で最初に登場し、1960年のタイム誌のリーブズについての記事で再び登場した。ナッシュビルサウンドに関して音楽プロデューサーのオーエン・ブラッドリーはカントリーミュージックからフィドルとスティールギターをカットしてコーラスを追加した。しかし、これで終わりではない。 新鮮さを保つために常に発展し続けると語った。1960年代初頭、ナッシュビルサウンドは、カントリーとしては、ライバルのベーカーズ・フィールドサウンドにより、ポップとしてはブリティッシュ・インベージョンにより変化し始め、これらのミックスは、ナッシュビルサウンドの大スターパッチー・クラインと、ジム・リーブズの飛行機事故死により突然収束した。ナッシュビルのポップソングは、実際のオーケストラを用いて、 荘厳な弦楽器演奏を使用し、しばしばクワイアによるバックコーラスを使用し、より洗練されたサウンドを形成して、カントリーポリタンと呼ばれるようになった。カントリーポリタンは、市場の主流を狙い、1960年代後期から1970年代初期にかけて成功を収めた。タミー・ワイネットの初期の売り出しに尽力したプロデューサーのビリー・シェリル、 およびグレン・サットンが協力してこのサウンドを構築した。カントリー・ポリタンの典型的アーティストには、タミー・ワイン・ネットグレン・キャンベル、リン、アンダーソン、チャーリー・リッチ、チャーリー・プライドなどがいる。カントリー・ポリタンがポップチャートの上位に入っている間も、カントリー愛好者の間では、ベーカー,ーズ・フィールド・サウンド、そして後のアウトロー・カントリーも流行していた。 ナッシュビルサウンドとは何かと尋ねられたジェットアトキンスは、ポケットに手を入れて、小銭を鳴らし、これだよ。金の音だと語った。1970年代後期から1980年代にかけて多くのポップ歌手がカントリーポリタンのスタイルを用いて、カントリーミュージックとソフトロックのフュージョンから、カントリーポップを作り上げた。当時のナッシュビルサウンドの一例を以下に示す。 ありがとうございます。